はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1984年ドイツで行われた CWF ヘビー級選手権試合、チャンピオンオットワンツ対挑戦者エド・レスリーの試合を振り返ってみたいと思います。ホーガンの後を追って WWF に入団が決まっているエド・レスリーがオットワンツの膝元 CWA に参戦です。序盤戦、レスリーは2年間の新日本プロレス参戦で培った緻密なグランドレスリングでワンツを苦しめます。ワンツは積極果敢なレスリーに対してあえて受けて立つ構えを見せます。レスリーは新日参戦時と比較すると精悍さとたくましさが増しました。中盤戦に差し掛かると序盤戦とは打って変わり、レスリーはラフファイトを仕掛けます。しかし頑丈なワンツはびくともしません。さらにレスリーのラフファイトがエスカレートしていきます。ようやくワンツが反撃に転じ、レスリーにタックルを仕掛けます。勢いに乗ったワンツの攻撃はさらに続きます。しかしレスリーも意地を見せ、一進一退の攻防が続きます。レスリーは巨体のワンツをボディスラムで投げるも、その後の攻撃が続きません。両者は場外戦へと移行、場外戦ではワンツがレスリーを圧倒します。リングに戻ってもワンツの怒涛の攻撃ラッシュは続きます。パイルドライバー、ボディスラムでレスリーの息の根を止め、3カウントを奪いました。確かな成長を見せたレスリーでしたが、攻撃面での爪の甘さが目立ちました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。